ウェストロティアーナは、現代のトカゲに似た外見の初期有用膜類の生物。古生代石炭紀前期、約3億3800万年前のスコットランドに生息。学名は、発見された地名、ウェストロージアン地区より、体長15センチメートル弱。体幹は細長く、四肢は短い。歯は、エナメル質が複雑に折れ込んだ。 両生類名場アコウのものと同様の特徴を有する。その骨格は、歯型類に属する両生類と有用膜類双方の特徴が入り混じっている。口外は、便宜上両生類とされているディアデクテスよりも特殊化が進んでおらず、祖先的な特徴を保持している。また、足根骨も両生類的であった。しかし、この動物の足首に存在する。 虚骨と小骨は有用膜類にのみ存在し、また、頭蓋骨にも、両小類段階での鼓膜部位である耳切れ根を持たないなど、有用膜類の特徴が散見される。椎骨も丈夫であった。そのため、この動物は最初期の有用膜類とされた。ただし一部の学者は、郊蓋の特徴や、高等化の形状などから、この生物は、歯型類ですらなく、 もっと古い形質を持った獅子動物であったというものもいる。この生物はおそらく淡水湖の湖畔に生息し、歯型類など他の小動物を捕食していたと考えられる。スコットランド、バースゲート近郊イースト、カークトン採石場より基準標本となる化石が出土。ありがとうございます。